ご機嫌いかがですか？かずみです。9月も後半で、来週には10月。早いもので、令和もあと3ヶ月ですね。少しずつ気温が下がり、気温差が出てきました。皆様、体調にはお気をつけくださいね。さて、今回は国連総会でアメリカに話題が行ってますが、日本でもしれっとお隣対策していたので動画にしました。まずはまとめ。外務省が在恵国日本大使館のホームページで、東京や福島、恵国、ソウルなど4都市の放射線量の掲載を始めたことが25日分かった。24日から掲載を始め、河野太郎防衛相は当日自身のツイッターに、恵国において日本の放射線量についての関心が高まっていることを受けての対応と書き込んだ。ネットの反応を紹介します。産経新聞の記事によると、外務省が在恵国日本大使館のホームページで、東京や福島、恵国、ソウルなど4都市の放射線量の掲載を始めたことが25日分かった。両国内の放射線量に差がないことを示し、東京電力福島第一原発事故以降の放射能汚染に対する懸念を払拭するのが狙い。原則として毎日更新し、恵国語でも閲覧できる。掲載は東京、新宿と福島県福島市、いわき市、ソウル市で国や自治体が公表したデータを用いる。24日午後0時時点では、ソウル市が毎時 0.119 マイクロシーベルトだったのに対し、新宿は 0.036 マイクロシーベルト、福島市は 0.132 マイクロシーベルト、いわき市は 0.060 マイクロシーベルト。同市のみ測定機器の点検のため、20日午後0時時点と同水準だった。外務省は24日から掲載を始め、前外相の河野太郎防衛相は当日自身のツイッターに、恵国において日本の放射線量についての関心が高まっていることを受けての対応と書き込んだ。恵国政府は8月、日本産の一部の加工食品や農産物計17品目に対する放射性物質の検査を強化。恵国内では来年の東京五輪パラリンピックに絡め、福島県産の食材に対する懸念の声も上がっている。こりゃまたブーメランが炸裂と思いきや、またこの数字にイチャモンつけてくるだろうなと容易に想像します。まあ、お隣さんの常套句ですから、日本としてはもぐら叩きに精を出すことですね、とのことです。それではネットの反応を紹介します。恵国の原発周辺の放射線量も表示してあげた方がいいと思います。河野さん、グッジョブです。韓国は福島を風評攻撃したけど、逆に自国の放射線量とほとんど変わらない結果とは、ムンちゃん悔しいでしょうね。皆さんはどう思いますか？皆さんの意見をコメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。